金魚の作り方。使用するバルーンはこちら。260赤を40センチほど膨らませます。160赤を90センチほど膨らませ、結び合わせてください。160赤で絞りひねりを2つ。260赤で7センチのバブルを1つ。絞りひねりを2つ。11センチのバブルを1つ。絞りひねり。11センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。残りは切り取ってください。160赤で7センチのバブルを1つ。絞りひねり。7センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。顔を作りましょう。バルーンに曲げ伏せをつけます。適当な長さのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。5インチラウンド赤を膨らませます。指定した絞りひねりに絡めます。160赤で10センチのバブルを1つ。絞りひねりを2つ。9センチのバブルを作り、絞りひねりに絡めます。
19cm のバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。あまりはしぼませてください。背びれと尾びれを作ります。160赤を90センチほど膨らませます。これを260の絞りひねりに絡めてください。風船に2回曲げ癖をつけます。適当な長さのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。尾びれを作ります。大きめのはひねりを2つ作ってください。小さめのはひねりを作ります。あまりは切り取ります。小さいはひねりに大きいはひねりを突っ込んでください。目を作りましょう。260白に3センチほど空気を入れます。両端を結び、球形にしてください。これを2つ作ります。顔に取り付けてください。胸びれを作りましょう。160赤に5センチほど空気を入れます。両端を結び合わせます。
これを2つ作ってください。体に取り付けます。土台を作ります。5インチラウンド青に空気を入れます。もう一つ空気を入れ、連結してください。同じパーツをもう一つ作り、組み合わせます。土台と金魚を組み合わせます。目を描きます。これで完成です。お疲れ様でした。